はい、松沢俊と言います。年は35で、南会津に移住して、まあ、10年が経ちました。で現在はですね、森林系コンサルタントの仕事として、まあ、地域の、森林だったりとか、あとはその木材とかそういう空間利用をしたい、まあ、企業とか自治体の、まあ、サポートをするような仕事をしてます。はい、森林を生かすってすごい、種類が豊富というか、いろんな側面を持ってて、例えば森林を整備することで森林の成長を促したりとか、その地域の生態系を守るっていう生かし方だったり、まあ、それだけ生態系が豊かなんですっていうやったりとか、こういう多種多様な木が育ってますっていう、まあ、PR の仕方もあれば、その地域の森林を資源として捉えて、木材だったりとか、その木材を使った建築とか家具とか雑貨とか、そういったものづくりに生かすやり方、あとは森林を整備することで、まあ、森はもちろんきれいになる中で、そういった森林を空間として捉えて、観光だったり教育であったり福祉だったりとか、そういったものに、まあ、生かしましょうとか、あとはその、きれいになった森林を、まあ、なんていうんですかね、ランドスケープというか風景として大切にしていきましょうとか、まあ、そういういろんな森林の活用の仕方にも側面があるので、まあ、それをどういうふうにその地域に根ざしたやり方で、展開していくかっていうのを、まあ、私は仕事の中で考えてますね。はい、10年前に移住したんですけども、私は移住に関しては全然参考にならない移住の仕方をしているので、僕の大学の先生にフットワークが軽くて、いきなり移住してもなんとなく地域に入り込めるようなそういうやついねえかって言って、僕の大学の先生から私の方に興味あるかっていうふうに言われて、南会津には何の行ったこともなければ縁もなかったんですけど、楽しそうだなぐらいの感覚でこっちに来たら、こっちでの、まあ、取り組み自体にもやっぱ惹かれて、面白いからこっちにいたいなと思ってこっちに移住してきたっていう感じです。大学の時の研究テーマが地域に根ざした野外教育っていう分野を勉強してたので、まあ要はどういうことかっていうと、教育って言うとやっぱ学校単体で考えられるんですけど、その学校であったりそこの地域の子どもたちが地域の大人だったり環境とどういうふうに携わりながら成長していくのかとか、学びを得ていくのかっていうのを学ぶ研究をしてたので、地域活動にはやっぱとてもまあ興味を持っていたっていうのはあります。移住した1年目は移住しても仕事がないからっていう理由で、私その筑波大の先生の研究室に入ってたんですよ。で、筑波では週何コマかその先生の授業とかゼミに出て、週の半分6割7割ぐらいは南会津に部屋借りてみたいな生活を、まあいろいろ行ったり来たりしてたんですけど、何ですかね、まあ、生活自体も楽しかったですし、なんか自分の取り組みとか活動とかアイディアでちょっとなんかこの地域が良くなるっていうか、あ、自分のこういうアイディアとか取り組みが反映されることへのなんか喜びっていうか、なんかやりがいみたいなのを感じたっていうのはあったかもしれないですね。1年経ったぐらいで私の前職の NPO を立ち上げるってところで、まあ、松田は一緒にちょっとやらないかっていうので声かけてもらって、まあ、そこからも本当に今日に至ります。生活に困らないですね。
いやもっとなんかあれがあったらいいなこれがあったらいいなと思う時もたまにあるんですけど、もうこれ以上別に必要ないし、うん、いや僕は生活しててはすごい便利なとこだと思います。いろんなお店とかなくなってほしくないですけど、なんかこれ以上別に不便でもないんで、うん、まあいろいろ新しいお店だったり新しい人が入ってきて新しいことやってくれるのはそれはもちろんウェルカムっていうか大歓迎ですけど、別にまあ不便じゃないっていうか便とても便利だと思います。車で那須塩原まで1時間ちょっと行って、そこからもう新幹線でも東京行けるし高速でも行けるし、会津田島から北千住の方に北千住浅草には1本で出れますし、あと飛行機乗ろうと思えば福島空港も1時間半とかで行っちゃうんで、僕の中では県内で最も暮らしやすいエリアってもしかしたらここなんじゃないかなって一瞬思う時もあります。はい、奥会津っていうのは里山環境として本当に山と一緒に生活してきたっていうあの伝統っていうか歴史というかそういうライフスタイルだったと思うんで、そういう自然へのアクセスっていうのは非常にハードルは低いエリアだなっていうのがやっぱ魅力だと思います。この地域って本当に遊ぶ場っていうか魅力的なフィールドいっぱいあるなっていうのは感じますね。四季が色とりどりあるっていうのは本当春夏秋冬、目でも耳でも感覚でも全ての感覚というか体感としてでもいろんな感覚でその四季の色であったりとか春夏秋冬をそれぞれやっぱ感じることができるっていうのがすごいやっぱ魅力的、食でも感じることができますし気温でも感じるし 目で見ても感じるし耳に入ってくるものでも感じるし、それ本当に四季っていうのはこれだけはっきりしてるっていうところもないのかなっていうふうにやっぱ思う。やっぱこっちの山っていうのはやっぱ生活圏との距離感とかあと穏やかだったりとかっていうのですごい居心地がいいっていうかほっとできる距離感があるなっていうのはこの奥会津の魅力だと思うんですね。すごいやっぱ地元の人たちと付き合ってて、そういう伝統文化っていうのをすごい大切にしてるな。やっぱ祭りだったりとか、この前あった賽の神だったりとか、あとは盆踊りだったりとか、でその盆踊りを運営する時もやっぱ地元の二十歳の子が一生懸命頑張ってたりとかっていうのもずっともう積み重なってやってたりとか、であとそういう伝統的な技術も少しでもしっかりやっぱ残していきたいっていう考えを持った方々も多くいらっしゃるので、そういう意味では伝統っていうのがただの祭りごとっていうかイベントごとではなくて、しっかりとこの地域にある大切なものとして残していこうっていう感覚を持ってる人がやっぱ多いのがやっぱ魅力なのかなっていうふうに思いますね。建築でいうとやっぱそういう地元の大工さん、やっぱ木の性質を見ながらあの墨付けとか刻みとか鉄腕ダッシュで TOKIO がやってるようなことをできる大工さんっていうのは未だにやっぱいるのいたりとか、技術伝統文化この地域ならではの文化を残そうっていう動きはあります、あるっていうか、まあ、しっかりと残ってるのかな。まあいろいろ皆さん後継者が少なくなってきてるとかいろいろ言ってますけども、やっぱそういうあの守ろうとしている人たちが、まあ、実際にいるっていうのは本当に確かなことなのかなと思います。まあ、こっちでやっぱ起業した
ことの一つとしてはやっぱ自分がその NPO としていや行政と民間と、まあ、あと民間同士とのやっぱハブ的な立場で要はそのいろんな分野の業種林業って言っても幅広くやっぱその中にも業種っていうのがあってあとそれに携わる人たちがいてっていうふうにやってきた中でなんか自分の存在意義っていうのはそこの潤滑油的なハブ的なポジションにいるんだろうなっていうのを思った中でなんかここにいる意味っていうか意義っていうかは自分が置かれてるポジションの重要性っていうか存在意義を人から言われてなおかつ自分でも感じた時にあ本当にここでそういうコンサル的なポジションとして根を張らないとまたこの地域の林業とか木材業、まあ、産業自体が、まあ、振り出しに戻るまではちょっと言えないですけどまたなんかせっかくまとまったものが一から作り直さなきゃいけないっていうか、まあ、そういう風になっちゃうぐらい自分の存在意義っていうのってもしかしたら大きくなってんのかもしれないなっていう風なことを実感しました。でなおかつ南会津のそのポテンシャルをやっぱ地域の中だけでやるんじゃなくて外にもやっぱ発信して同じような課題を持つ地域に南会津のポテンシャルとか南会津で培ってきたことを発信することでなんかちょっと大げさかもしれないですけどいろんな地域のそういう地場産業が活性化につながるってところにもやっぱチャレンジしたいなっていうふうには思ったことありますね。 NPO に行った時の活動も面白かったんですけど、まあ、要は内側内側を向いて地元の中の循環をどうしようかってところだったんですけどそれをやっぱ外に広げていって外に広げることで自分たちの地域でやってきたことっていうのは魅力的だったりとかあの新しいことなんだってことを地元のその地域の人たちが実感することでやる気を起こしたりとかあの機運が高まるってところにまた地元にフィードバックをするっていうところが必要なのかなっていう意味で中の取り組みもしたいし外にも発信して外のつながりも持つことで最終的に南会津が元気になるっていうか活性化するっていう、まあ、自分の存在意義みたいなそこに あるんじゃないのかなっていうのを感じました。進学先も限定されたりとかやっぱ習い事も選択肢が少なかったりっていうのがやっぱここの地域の課題としてもあると思うんですね。であのもちろんやっぱ子どもたちが地域に残っていつまでも笑い声が聞こえるような環境っていうのはもちろん重要だと思うんですけどもやっぱ私の感覚としてはもうどん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 やっぱ外に出て、ね、いろんな体験をしていろんな経験を積んでいろんな関係性を作ってで戻ってこいまでは言わないですけどやっぱそれを臆えずにやっぱ還元やっぱしてほしいなというふうに思いますね。なんかそうすることで改めてやっぱ奥会津のやっぱ魅力にも気づくと思いますしこの奥会津の良さっていうことにもやっぱやっぱ外から見ることでやっぱ気づくことも多いと思うのでどん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 やっぱ外に出ていろんなことを体験してほしいなっていうふうには思います、はい。まあ、僕がこっちに来てからすごいやっぱ感じるのはこっちの盆踊りの文化にすごい感銘を受けたというかいろいろ衝撃だったんですね。それどういうことかっていうと二十歳になった時にすごい地域の中で大役っていうか役割があるんですね。毎年各エリアで夏祭りとか盆踊りみたいなのやる中でその盆踊りを、主催するのがもう19歳二十歳の世代の子たちっていうのはもう決まってるんですよ。でもう設営から運営寄付金集めまで全部その子たちが、やるんですね。でそれってすごいお金を集めるとか設営するってすごいやっぱ大変なことの中でもうそれをみんな楽しみに帰ってくるそういう
自分たちがこの地域にいて役割があって、それに対してすごいみんな楽しそうだし真摯に取り組んでるし、一方でその年下の子たちはその人たちを見て、あ、私たちもやっぱああなりたいっていう羨望の眼差しがあって、すごいいい循環というのがなんか生まれてるなっていうのをすごい感じてて、その文化ってすごいやっぱ今後も大切にしていかなきゃいけないものなんだなっていうのはやっぱ感じます。だから出て行って戻ってきなさいとか、なんかこっちの押し付けがましいことじゃなく、なんかそこに住む人たち住む子たちがこの地域においての役割とか、なんかこっちに対する思いを残しつつ、そういうなんかなんていうんですかね、そういう感性を育めるような環境作りっていうのをやっぱ地元の大人たちがしていかなきゃいけないんだろうなとは思うんですけども、うん、それがまあそのここに住む人たちのやっぱ使命の一つなんじゃないですかね。やっぱ大人親たちがこの地域はダメだとか不便だとかなんもねとか言うんじゃなくて、やっぱ大人たちがこの地域を楽しそうにやっぱ語れるようにならないと、やっぱ子どももやっぱ親の影響とか大人の影響っていうのはすごい受けると思うので、そこら辺はやっぱ大人たちがしっかりそこら辺の大人たちも使命感を持って関わらないといけないんじゃないのかなとは思いますよね。